北口、セブンイレブンハートインホーム南口ペデストリアンデッキ、立花駅は、兵庫県甘ヶ崎市立花町一丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA50、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。神戸市社の管轄対象駅の中では最も東にあり、隣の甘ヶ崎駅は、大阪市社の管轄対象となる。 島式ホーム2面4線の地上駅で、橋上駅舎を有する。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。各駅停車のみが停車するため、内側の2.3番乗り場のみを使用し、外側の1.4番乗り場には簡易なフェンスが設けられている。特急、貨物列車、新快速、平日の朝らシ主時に運行される快速は外側を、 それ以外の快速は普通電車が停車する2.3番ホームを通過する。ホーム間は湖泉橋が結ぶ。アーバンネットワークエリアに属しており、移行下及びその相互利用対象カードの利用可能駅でもある。直営駅。駅西側に幹線道路の立橋があり、立橋上にはバスの停留所が設置されている。ここからも直接駅舎に行くことができる。 エレベーターは北口に設置されており、南口は階段のみだが、フェスタ、立花の営業時間中は、店内のエレベーターを利用することで、ペデストリアンデッキを経由して車椅子等でも南口を利用できる。また、ホームへのエレベーターは上下線ともにあり、車椅子を利用した列車への乗降は、駅員が対応する。セブンイレブンハートインが、改札外のコンコースに出展している。 洋菓子の広田が改札内に出店していたが閉店し、2018年4月現在は待合スペースとなっている。改札向かって右側にオリエンタルベーカリーが、また北出口にサンエトアールが出店している。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。 2020年度の1日平均乗車人員は2761人で、これは JR 西日本の駅の中では第32位である。JR 神戸線で快速列車が通過する駅では最も多い。近年の1日平均乗車人員推移は下表の通りである。周辺の再開発事業後、道路や商業施設の整備が進んだ。現在も 近代的な町並みが広がる地域と、下町情緒的な町並みの融合が果たされている。天ヶ崎市役所も寄り駅。駅南側の、主な商業施設駅北側の、主な商業施設金融機関公的機関、大規模病院観光半神バス乗り場は、同位線の陸橋上にある JR 立花の,の1.2番、乗り場と、南口ロータリーにある JR 立花の,の3.45番、 乗り場に分かれる。阪神線である、伊丹立花線を除きすべての路線が、天ヶ崎市内線。一部の天ヶ崎市内線の路線は、天ヶ崎交通事業振興への委託路線である。ありがとうございます。